皆さんこんにちは、陽一の部屋でございます。今日はアビル・ルイスさん、産経新聞論説委員をお招きしまして、どんな話をしてみたいと思います。この LGBT に関してね、はい、アビルさんがツイートしてて、エマニュエルさんの方をツイートしてるんでしょ。これちょっと紹介していただいて、ちょっとお話伺えますかね。これもとんでもないと思うけど。まあ、要はですね、このエマニュエルさん、この LGBT に関わっては、ものすごくこう上から目線で、日本は進化の過程にあるとか、成長過程にある子供みたいなこと言い方するわけですよ。だけど、はっきり言ってアメリカみたいな200年しか歴史がない国とうちは国違うんですよと言いたくなるし、どうしても思い出すのは、マッカーサーが日本人は12歳の子供だって言ったことですね。自分たちは50歳で成熟した人間だけど、日本人は12歳だって。それと同じ視線を感じますね。そうすると普段反米意識なんかがないような一般の日本人とか保守系の親米派の人でも、なんでアメリカにそんなこと言われなきゃいけないんだって思いますよね、これはね。向かってくるんですよ。向かってきますね。私この人よく知らない、実際に話したことないんで、よく知らなかったですけど、ちょっとムカッときますね。まあ、ただやっぱりそのシカゴ市長時代も相当ね、やってたらしいですけどね。まあ、つまり独善的な人なのかなっていう感じですね。ムカッと一回だけちょこっとね、その安倍さんが亡くなってね、ご自宅に行った時に、はい、ちょっと全然違った。その時にはそんな人かなって正直って思いましたけどね。いや、だって私はその時に、私もエマニュエルさんとまさに安倍さんの家に一緒にいたんですよ。一緒にいた一緒に通されたんです私。本当。だから私の立ってる目の前で、エマニュエルさんがその安倍陽子夫人、お母様と昭恵さんとこう、まあ、ハグして悲しみを伝えようとしているところが、目の前で見てたんですね。だから私はその時点では別に何の反感もなかったんです。ちょっと私と安倍さんってすごいニアミスだったんだね。そういうことね。今、エマニュエルさんがいますかっていうか、ところだった。私は。だからそれでね、ちょっとね、部屋に入るのちょっと遠慮したの、私。でも、こういうふうに、駆けつけてきてくれる人かなと正直って思っちゃった。家族で来てましたね。娘さん連れて、奥さんですね。そう。7月10日ですね。10日、それで、午後でしょ、はい、だから、いるって聞いて、安倍さんがいるとは聞かなかったんだけど、エマニュエルさんが今いるからって聞いて、それで私はちょっと、ほら、エレベーターを登るのを、ちょっと待ってたんです。私はたまたま本当に偶然その同じタイミングで同じエレベーターに乗って一緒に上がることです。まあ、あれで1個だからね、エレベーターね。階段は私分かんなかったんだけど、エレベーター1個で上がったあれだったんで、ね、なるほど。じゃあ私とアビルさんも多分10分20分の差で時間差だったんですね。でも結局ね、この本にも書きましたけど、安倍さんも普段は親米的な態度を示してますけども、いやでも怒るときは怒るって言ってない、ね、歴史問題とかに関しては、まあ、オバマにも相当言ったと言ってるし、広島と長崎に2発の原発を落として東京大空襲を起こした連中に言われたくないっていう、私にもはっきりと言いましたし、まあそんなことね、そういう感情、日本人の普段は表にないような感情が掘り起こされちゃいますね、こんなこと言われたらですね。でもちょっとあれだったですね、そういうね、ご自宅までね、来てこられて、それであそこほら、靴脱いで全部入るわけでしょ、そういうふうなジャパニーズスタイルでやってくれるの方かなと思ってたんだけど、全然違ってた、やっぱりね。そうですね。がっくりですね。まあ、米民主党系のリベラルっていう人は、やっぱりそういうふうな、リベラル以外の人とか、あるいはアジアの国なんかを低く見てんだろうなっていう感じしましたね。なるほどね。それで、ちょっと次の話でいくとですね、まあ、ちょっと政治部の安倍さんなんでね、東京選挙区の自公決裂の話とか、はい、こういう話をちょっと伺いたいなと思うんですけどね。はいはいはい、これ、どうなんですか、この東京選挙区の話は。まあ、だから。結果的には、推薦しないんですか、もう。今は。推薦はしないんで、表向きはしないでしょうけど、裏では支持飛ばして、こっちには一定票を出そうとか、まあ、やるだろうと思いますね。まさにその LGBT 法案で公明党の顔を立てたわけだからね。
そこはまあ裏で握ってるんじゃないかとは思います、うん。まあ、あの山口さんなんか前ですね、あのその後すぐね、あのまあね、あの岸田さんと話して枠組みや連立とかいうのはね、やってますからね。うん、で、それで今回そうすると LGBT 解散になりそうですか、これは。まあだから LGBT 問題があろうとなかろうと解散だろうとは思ってるんですけどね。でもこれ言われたら LGBT 解散って言われちゃいますよ。実はですね、私あの、少し郵政解散と似ているところがあると思って、それはですね、あの郵政解散っていうのは、まあちょっと無理筋の解散であったことがまず一つありますよね。あ、すっごい無理筋だ。参議院で法案が否決されたら衆議院を解散した。むちゃくちゃ。あの時にですね、あの村上正邦さん、当時の参院の同盟ですね、うん、私に対して、小泉がいくら〇〇〇だと言っても、まさかそんなことはするまいって言ったんですよね。あ、そう。したんですけどね。まあ、それはともかくとして、うん、まあ、あの、そういうふうなちょっと無理筋の LGBT 法案を通そうとしていることが一つと、うんうん、あと、それで、結果的に郵政法案というのは、あの、郵政民営化反対派に、保守系議員が非常に多かったんですね。多かったですよ。あの、平沼さんなんかもそうだった。そうですね。江藤誠一さんも、古谷さんもそうで、あの、あとはなんだっけな。木内さんもそうでしたね。そうそうそう。たくさんいたんです。それで、結局ですね、あの、まあ、あれは安倍派潰しとかですね、保守系議連潰し解散でもあったわけですね。解散の後に安倍さんに会ったら、まあ、私そんな記事書いたら、あの、その記事の通りだって言ってましたけども、で、今回も、それは岸田さん、着せずしてっていうか、意図せずしてでしょうけども。着せずしてでしょうね、これは。あの、これは結局、保守派がズタズタになってるんですよね、うん。保守派の中で分断が広がって、しかも、有力な保守派だった保守の萩生田さんとか、古谷さんとか、新党さんの評価が非常に落ちてしまって、うん、まさに新党騒ぎまで出てってるわけですからね。保守ズタズタ法案になっちゃったわけですね。うん、で、それで解散をしたら、まあ、どうなんだろうって感じですよね。でも小泉さんは自民党をぶっ壊してるんで本当にやったんだけど、意外に票取っちゃったんですよね。まあでもただあの時はその、やっぱり小泉さんって素晴らしいアクターだからですね、うん、あの、国民の声を聞きたいとか、国民に問いたいとかですね、まあすごいいいフレーズで、聞き迫るこう表情でですね、私、記者会見の目の前にいましたけども、うん、すげえなと思って。すげえな。あのこんな顔、やっぱりすごく、この人はすごい俳優だなと思って見てたんですけど。俳優。あの、息子よりすごい。息子よりずっとすごいと思います。まあ、岸田さんにはそういうことないんで、うん、小泉郵政解散みたいに LGBT 解散が人気が出るわけはないんですけども。まあ、それにしてもなんか、ちょっと共通するものを感じましたね。共通。あの、郵政解散って私ね、ほら、もう完全に政府の中にいたでしょ、それ担当でしょ、うん、あの、まあ、あの、はっきり言うと、結構分かってました。あの、こう、もう参議院で否決を望んでるっていう感じはしました。ああ、なるほど、ね。もうこれね、解散したくてしょうがなくてね、もう否決してくれっていう。で、だからこっちが票読みして、報告するじゃないですか。そうするとね、悪い、秘訣っていうのを言うじゃん、喜んじゃう。なんかおかしいと思いましたよ、私は。ね、おかしいと思ったけど、うん、やっぱりそうだったんですね。まあ、あの時ね、小泉さんがこう、織田信長の比叡山の焼き討ちとかをですね、うん、例えにしてね、こう、まあ、善人も悪人も焼き殺すみたいなことを言ってましたからね。でね、あの、解散する前にね。あ、そうなんですか。コップだけですか。あれもうだから、なんか本人見てて、二度とこれはできないよって言って。なるほど、うん。そのくらいなんかね、聞き捨てたもんがあって。いや、まあだから、それはそれで、それで面白かったんだけど、うん、あの、まあ、はためで見て、私役人だから、まあね、どうなってもね、まあ関係ねえなって感じでね。でもあの傷を修復するの自分かかって。そう、安倍さんがみんな、いろいろやって、あの、後で安倍さんになってから戻すのは大変でしたよ。安倍さんになって戻した時もね、うん、散々評判も悪かったですからね。いや、郵政票が欲しいから戻したんだろう。いや、そんなないってって。もうあの、岸田さんはでもそういうのできないですか、今回。それはちょっとそもそも意識なかったでしょうね。LGBT でちょっと迫力ないですね。なんかね。ないし、郵政解散は小泉さんがやりたくて仕方なかったもんですけど。そう、仕方ない話。岸田さんは LGBT はあの関心がなくて問題の重要性に気づかないうちに、
なんかついっちゃったっ、つい押してしまったみたいな、スイッチ押してしまったみたいな感じですよね。あの、小泉さん、でも、岸田さんね、食いって飲んでも、あんな演技はできないですかね。あ、岸田さんだって酒強いから食いぐらいじゃあない。全然ダメか。酔わない。酔わない。なるほどね。うん、私はもう、はっきり言うと、すごくね、こういうのってね、選挙になった方が面白いと思ってる、ただそれだけで言ってるだけなんですけどね。まあ、でも、やはり選挙は、重要ですね。あの、正直言ってですね、公明党が、あの、自民党と剥がれると、参議院の議席数から言って、憲法改正は遠のくっていう見方があって、その通りだと思うんですけど、しかし、公明党と自民党の関係性も、ここだって一度ちょっと距離を置いて見直した方がいいんじゃないかっていう気もしますし。意外にあれですよね、今回、選挙協力なくても、自民党で取っちゃったら、面白いですよね。そうなんですよ。ね。一般的に言われてるのは、公明党の基礎票1万2万がないとダメですっていうのあるんだけど、案外取っちゃったら面白いですよね。そう。だからその公明党のその1万2万が本当に入ってるのかどうかの疑問が一つと、うん、もう一つは公明党が剥がれることによって戻ってくる人がいるかどうか。うん、だけどその変数で複雑になったのは、その LGBT の評価が多党で、あの、国民とか維新に票が流れて、うん、それで、まあ、結果が読みづらくなるのかもしれませんけどね、うん。ちょっと読みづらいですけどね。でもまあ、選挙あんな面白いっていうかね、まあ、私は悪いことじゃないと思ってるんですけどね。はい。これ、あの、今国会中の可能性ってどのくらいですか？いや、私はもうかなり、まだそれでも高いと思ってますよね。あ、もちろん、その16日解散説もあります、ね、今出てるでしょ、あの、ちょうど、あの、17日から、あの、天皇皇后がね、はい、あの、外に訪問されちゃうんでね。そう、あの、秋篠宮様の代理でありうるね。ありうるんですけど、うん、まあ、前例がないといえば前例がない。そう、前例はない。だからそれでも官房長官言ってますよね。うん、今までで、あのね、代理やったことはないですよっていうのはね。でもそれは、じゃあやりませんよっていうことじゃないですか、ね。うん、やるよね。うん。でも16日だと間に合っちゃうんですよね。そう、間に合っちゃう。で、その LGBT でギリギリもう強行すると間に合っちゃってね。そうだ、いよいよ LGBT 解散になっちゃう。そうだ、だから LGBT でね、こうで名前つけてもね、絶対 LGBT になっちゃうじゃないのと思ってね、あれそこでね、ここに命をかけてますって言ったらすっげえ面白いなと思ってるんだけど、これちょっと言いにくいだろうなと思ってるんですよ。それ言ったらなんか、帰って票を減らすような気がしちゃう。何命かけてんだろうって、この人って。ねえ、明日のほら、あの、少子化対策やるじゃないですか。はい。あれで、バサッとか言うので、LGBT の法案をぶっ飛ばしてやるとか、そういうのはないんですかね。それもね、ちょっと多分ないと思うんですよ。で、うん、あの、先ほど発表になったね、テレビ朝日の世論調査を見ると、今月の10、11日の世論調査結果は、支持率がマイナス 4.4 で 36.9 おうおう、不支持率がプラス 4.1 で 37.7 と、再び不支持率が、増えちゃったんですね。だからこれはまあ LGBT も含めて LGBT だけじゃないでしょうけども、うん、なんかこの岸田さんのやってることちぐはぐでおかしくないかとかね、うん、もちろんその翔太郎秘書官の件もあったんでしょうけど、うんうん、ちょっと岸田政権変じゃないのっていう疑問の目が向けられ始めたなっていう感じがしますね。そうすると支持率下がっちゃうと、まあ、今回無理してやんないで秋っていうこともあるんですかね。あるんでしょうけども、うん、でもこの後じゃあ岸田政権に何か盛り返すかっていうと、うん、可能性はもう相手次第だから分かりませんが、うん、拉致で動きがあるかないかぐらいしかいい材料ないんですね、うん、そう。でも拉致の話になると、取っかかりが先ほどの話ですとね、すごく難しそうですよね。難しいし、今でもなんかありそうだっていう人みんないるんですけどね。いや、これ確かに北朝鮮が今までにないシグナルを出しているのは間違いないし、うん、政府側もみんな口はチャックするけども、うん、全く完全な否定じゃない感じがあるんですね、うん、だから水面下で、まあ、しかしどこまで進んでるかっていうレベルは分かりませんけども、まあ、何らかの手応えは得てるんじゃないかと私は思います、うん、でそれが本当に浮上すると、うん、内閣支持率にも当然いい影響を与えますけどね、うん、これでもなかなか、でも今だとなんかちょっと考えにくい話ですけどね、あのその拉致の話が進展するとかいう、だって基本的に向こうはあれでしょ、あのもう拉致問題解決済みって言ってそれを飲めって言ってる、その条件の話になってるでしょ。いや、それはでもね、あの、うん、この間もその北朝鮮の、ね、外務省の事務次官が、うん、拉致は解決済みだと言いましたけど、うん、それは事務次官レベルですからね、うん、トップになると違うわけ。トップがいや事務次官はあの勘違いしてたと言えば、うん、私が勘違いしてましたっていうことになる。あ、まあまあ言われた通り言ってってことなんですかね。なるほどね。それはあの
それが浮上する一個の道。一個の道ですね。それも、うん、まあ、すぐさま進展っていうのは考えにくいけど、もし本当に進展の見込みがあるような動きだったらね、うん、ちょっとし、私もね、ちょっとなんとか拉致やってほしいですしね。うん、なるほどね。考えますけどね。その後、その、宏池会の、対韓外交。ああ。韓国はもう国として付き合うよりもその政権ごとに付き合い変えるしかないっていう、うん、なんか何やってんだか本当に。いや私ね、岸田さんはその安倍内閣で外務大臣長かったから、うんうん、韓国の理不尽さとか不合理さはある程度分かってて、うんうん、だからそんなに韓国に緩いことしないだろうとずっと思ってたし、案外緩いですねここに来て急に緩くなりましたね、うん、やっぱり